小西博之先生らしいい発言だと思います、えー、ただ、私が唯一驚いているのはあの憲法学者だったというふうにおっしゃっているので、これも併せてあの会長に確認をいただければと思います。<laughs> 今回ご覧いただく国会動画は、立憲民主党の小西洋之議員の猿る・万族発言について、30日の衆議院憲法審査会で各党から非難の声が上がる様子です。ところで 昨日、立憲民主党の小西博之参議院議員は、衆議院議員の憲法審査会について、毎週開催は猿がやることだ、と発言されたらしいですね。さらに、憲法を真面目に議論しようとしたら、毎週開催なんてできるわけがない。私は憲法学者だが、憲法学者でも毎週議論なんてできない。何も考えていない人たち。万族の行為。野蛮だ。また、衆議院の憲法審査会は、 誰かに書いてもらった原稿を読んでいるだけだと述べられたそうですが、私は自分で自分の原稿をちゃんと書いております。これは衆議院憲法審査会に対する侮辱ではないですか。しかも、小西議員は参議院の憲法審査会の筆頭幹事です。衆議院憲法審査会として、小西議員に謝罪を求めるべきだと考えますが、森会長に一任をさせていただきます。 一人といいいうか森会長にお願いをいたしますすいますすせん衆議院憲法審査会として、立憲民主党はこの中でこれまで論見とおっしゃってこられましたが、この小西議員の発言は論見と相いれるものなのか、立憲民主党の中川筆頭幹事にお伺いいたします、私の時間をあの中川幹事に差し上げますので、どうかご,ご発言よろしくお願いいたします。 私もあの報道ベースで、えーまあ、そうした発言があったということを、えー、聞きまして、まああの、改めて本人に、えー、どういう趣旨で、まあ、そういう、えーまあ、私たちにとって、私自身も納得してない、えー、ということなんですが、えー、確認をした上でえで、ー、また。 対処させていただきたいというふうに思います。ということは、ということは、謝罪をしていただけるというふうに考えてよろしいですかいやだ,だから本人の、本人から直接、えー、趣旨、あるいはどういう背景の中であの発言があったかと、あるいはあったのか、なかったのかということも含めて、えー、確認をした上で対処をしたいという三木あの,あの,あのこの件についてはですね、 あの会長にあのご一人いただきたいいいと思います、はい、よろしです、はい、ただですね、やはりこの憲法審査会、衆議院は毎週開いておりまして、私たち、真摯に議論を積み重ねてきております、もうそれをサルダの、満足なのと言われると、やはりこれはちょっと我慢ができないと、皆さんも同様のご意見だと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。はい その上で私からまず冒頭、ですね、昨日の立憲民主党の小西博之議員の発言について申し上げます。まあ、憲法審の毎週開催は猿がやること、蛮族の行為とか、衆議院の憲法審査会では誰かに書いてもらった原稿を読んでいるだけだと発言をされておられます。まあ、私たちは猿でも蛮族でもないと思いますが、 まあこういった発言は我が党のみならず、与野党合意の中で真摯な議論を重ねてきた党衆議院憲法審査官に対する冒涜です。強く抗議するとともに、発言の撤回と謝罪を求めたいと思います。太陽森会長に一任したいと思いますので、お取り計らいをよろしくお願いしたいと思います。強い意気通りと同時に悲しみを禁じ得ません。 それからあの、まあ、次元はちょっと異なりますけれども、小西博之参議院議員の発言に対しても、まあ、皆さんと同様、えー、抗議を表したいと、そして、えーまあ、あの小西博之先生らしい発言だと思います、えー、ただ私が唯一驚いているのはあの憲法学者だったというふうにおっしゃっているので、これも併せてあの会長に確認をいただければと思います。 私からも昨日の小西博之参議院議員の発言に対して強く抗議したいと思います同じ憲法審査会のメンバーとしてですね 毎週開催できることというのは、私は非常に重要なことだと思っておりましたが、しかし、そういったことが不要なんだというようなことを、まあ、おっしゃることには非常に驚きと憤りを感じております、まあ、去猿という日々をです、ね、どういう意図を持ってお使いになったのかということは分かりませんけれども、そもそも我々衆議院憲法審査会のメンバー全員にとってです、ね、容認し難い発言だということはもちろんですし、またお猿さ,さ,さ,さんに対しても失礼だと。 思うんです、ね、お猿さ,さんは我々人間のように、堂々巡りの議論はしません、厳しい自然の中で、どのようにして自らと、そして家族の職業や住まいを確保するのかということを考えて、リトリーを守ると、そのために家族社会の秩序をつくり、その維持のために日々努力をしているわけでございます。まあ、それに比べて我々どうでしょうか、激変する国際情勢や社会環境の中、 憲法上問題となる諸課題の解決について、まあ、何十年も残念ながら言いっぱなしの状態が続いてきたということでございます。引き続き積極的な議論を、これは衆参の憲法審査会においてです、ね、<laughs> 続けていくということを、これは、<laughs> すみません、小西議員はじめですね、全員が共有をしていただきたいというふうに思っております。小西議員にはです、ね 先ほど三木委員からもありましたが謝罪そして昔は反省ざるというものがありましたが反省もしていただきたいというふうに思っております。まど冒頭あの私もですねあの我が党からちょっと言葉がついた発言があったということは非常に残念に思っていると申し上げさせていただきたいと思います。えただ私はあの今あの代々来ておりますのであのこの開催期間について何か言える立場ではないんですけれども、まあ、私はあの。 上品な言葉で議論するのは非常に大,大好きでございますので、まあ、この開催が1年であろうが、1年二回だろうが、1回ずつ1回だろうが、1週間二回だろうが、1日二回だろうがですね、あのお呼びいただければ、いつでも議論すると。あのそういうつもり、あのご犬の立場から議論させていただくということを、まあ、冒頭も申し述べさせていただきたいと思います。北上議員の驚いたのは、小西議員が憲法学者であったことというところで爆笑が起きていますが、この問題への各党の怒りは半端ではありません。 また、小西議員はツイッターで、この問題を報じたテレビ局に対して、放送法を縦に同化するような投稿を繰り返しています。時期が時期だけに、むしろこっちの方が問題になりそうです。総理秘書官のオフレコ発言を国会で追及してきた立憲民主党だけに、小西議員にだけオフレコだったで済ますわけにはいかないでしょう。さて、小西さんの運命はいかに といったところでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。